ちゃ満足だったんでしょうけど、もう一人のゆうやが多分辞めさせなかったんじゃないですかね。自分のためにとかだったらやっぱすぐダメになりますね。これは世界かと思いましたね。悔しいですね。意味のある敗戦やってたと思ってます。仲間でみんなで頑張っていくっていう昔の練習の仕方を思い出しましたね。あの時の負けの悔しさはもう味わいたくないと思ってですね、意地でも勝ちたいですね。去年の失敗っていうのをこの試合で見せていけば、今年の方が本当結果ですね。この舞台よりももう一個上、世界の舞台で僕は戦ってみたいんで。追い詰められてるんじゃない、世界の方に。世界の方に行かなきゃっていう自分の気持ちながら、そこからスタートっていうぐらいの気持ちなんで。背負っていく覚悟はあります。日本で終わりたくない、終わりたくない。新人演歌